皆さんこんにちは、こんばんは。いつもは柏には負けられないでアシスタント MC をやっています、リーです。はい、まあいつもはメイン MC のプーから始まるレギュラー動画なんですが、今回は一人で動画を撮っているわけなんですが、まあ本当にやっと4月ジェフユナイテッド市原千葉初勝利することができました。ということで、まあ5連戦の3戦目になります。4月30日土曜日、はい、大分トリニータ戦一緒に見ていきましょう。はい、まあ大分さんとの対戦、本当にねリーグ戦久しぶりですよね。まあ去年は皆さんもちろんね知ってるかと思いますが、 J1 リーグで18位ということで、まあ結構ねカップ戦とか活躍していたイメージがあるので、そこまでね後半戦は特に悪いイメージなかったかもしれないんですが、まあなかなか J1 では10勝できずに降格してしまうと。まあそしてこの中に聞いてくださってる方々の中に順位予想動画2月頃に上げたんですけど、見てくださっている方がいるかは分かりませんが、まあなんと私もうぶっちぎりの1位予想させていただいたんですが、今現在大分トリニータさん、まあジェフユナイテッドが12位の中13位と、まあ本当に得失点差だけのね差なんですが、なかなか本領発揮できてないかなと。いうか前評判を考えたらあまり良くないかなと、そんな2022年になっております。まあ順位のところでも言いましたが、現在ねジェフユナイテッド4勝4分け4敗、まあ得失点差がプラス1、そしてまあ大分トリニータさんも4勝4分け4敗、まあ得失点差0というところで、まあ本当に勝てば上がる、負ければ下がるみたいなところでね、本当に両者ここは勝っときたいみたいな、そんな試合となっております。はい、まあこちらのね右側のメンツもね見ていただければわかる通り、まあ正直 J1 でもね普通に戦えるんじゃないかというような、そんな豪華メンツになっております。まあオフシーズンを考えてもですね、そんなに選手が抜けなかった、まあエンリケ・トルビザン選手とか、まあ結構ね抜けていたいかなみたいな選手はいたものの、しっかりと J2 で戦う戦力は保持したまんまだったんですけどね。まあまだね本当に始まったばかりなのでどうなるかは分かりませんが、まあなかなか4月も波に乗り切れてないぞという中での、まあジェフのホームでの戦いになっていきます。まあメンバーね本当にこの連戦の中どうなっていくか分かりませんが、まあそんな中でも千葉のねスタメンとかも絡めながらちょっと試合の展望を見ていきたいと思います。はい、まずはジェフユナイテッドのスタメンからねちょっと予想していきたいと思うんですが、まあここ3年間ユンジョンファン体制になってからなかなかね調子がいい時も悪い時もそんなに入れ替えてこない。まあ1年目とかはね結構水曜日にガラッと11人全員変えるみたいなこととかもねやってたりはしたんですが、まあなかなかベテラン若手含めそんなには変えてこないかなというのがね今年のユンジョンファン監督なのかなと。まあそしてまあ末吉選手がスタメンに復帰したり、高木選手がね結構スタメンとして2試合連続ゴールというところで、結構ベストメンバーっていうところは確立してきたのかなというのが、まあ4月ですね。ただ結構変わっているのはワントップというところでね、まあそこら辺は後ほど話していきたいと思うんですが、まあ本当はねここら辺もメイン MC のプーに詳しく聞いていきたかったところではあるんですが、まあ本当にこの5連戦の始まり、東京ヴェルディ戦、そして2対0でね勝ったレノファ山口戦と、なんかちょっと縦に長いボールを出すことが増えているのかなというのがね最近のジェフユナイテッド流れとしてあります。ということで今節注目したいのは、まあカウンターということで太字にさせていただきました。はい、まあ下のねとこにも書いてありますが、大分さん、まあ今シーズン結構ね、まあ勝つ試合に関してはなんか劣勢を跳ね返して勝利するみたいなところではなく、結構盤石な戦い方をしてしっかり勝つみたいなことが多いんですね。特に勝ち点3を取る試合なんかはそうなんですが、ということは結構相手にしっかりねフォーメーションガチッと固められるよりかは、ちょっと相手をね相手のディフェンダー陣を動かすような、まあそしてこっちもね結構奇襲ではないですけど、あの縦のカウンター、まあ本当にねオフサイド上等みたいなパスが結構多かったりはするんですが、ここら辺が結構鍵になってくるかなと。まあそんな中で、まあ山口戦とか見てる限りは、この新井一輝選手だったり、福光選手、鈴木選手、田口選手なんていうところが結構パスの出し手になっているのかなと。
見受けられるのでね、まあもちろん相手をねゼロに抑えるというところもそうなんですが、このディフェンスに関わってくる選手たちっていうのが攻撃の影にもなってくるんじゃないのかなと見ております。はい、そんな中での注目選手はやっぱり3試合連続ゴールを期待したい高木俊之選手ですね。はい、やっとこさ、まあね、コロナだったのかコンディション不良だったのか分かりませんが、離脱を経てしっかりとねチームにフィットしてきたなと、そんな感じがありますよね。まあ本当にチーム内得点王がディフェンダーのね荒井一輝選手ということで、やっとまあ2列目ですけどフォワードの選手が得点に絡めてきたなというところでね、チームとしてもとてもプラスがあるのかなと。まあそして先ほど言ったカウンターっていう面でもね、結構レノファ山口戦、高木選手もちろんねゴールも上げましたし、惜しいシュートいっぱいありましたよねというところで、本当にこの高木選手は注目していいのかなと。でこの高木選手、まあそしてね山口戦ゴールを上げました三木選手っていうところが活躍する上で、まあそれを考えるとサウダーニャ選手がいいのか、レオンソ選手がいいのか、ソロモン選手がいいのか、結構ワントップの起用っていうのもね悩ましいところなのかなということで、まあワントップの起用も注目してみると面白いかもしれません。はい、一方の大分もまあ水曜日を経て、まあそしてねこの大分さんに関してはもうカップ戦がやっぱりね元 J1 ということでありますから、そこら辺でね結構若手を変えてターンオーバーなんてところがなかなかしにくいのかなというところもね見え隠れしてるんですが、まあ本当にスタメンは今こんな感じで戦ってますよというようなスタメン予想になっています。まあ本当にね J2 でも活躍した選手多いですし、まあ長澤選手、小林選手、下田選手なんていうね結構 J1 でも長く戦っていたような選手もしっかりとスタメンに名を連ねているかなと。で先ほども言ったんですけど、結構勝ちをね取る試合に関してはしっかりとボールを保持して、なんか後ろの方からビルドアップを仕掛けたり、まあ、短いパス長いパスを織り交ぜながら相手をね支配しながら戦っていくっていう感じが、まあ大分の勝ち筋なのかなと思いますのでね、まあ、千葉はやっぱり手痛いね大宮戦みたいなゴール前でのね自分たちのミスなんてところは本当にご法度かなと。まあ大分もやっぱりなかなか噛み合ってないだけでね、本当に乗せると怖いチームですので、本当にやっぱりハイレベルなねクオリティでの戦いっていうのが必要になってくるかもしれません。はい、そして大分の注目選手本当にいっぱいいるんですよ。本当はね町田大和選手とか言いたかったんですよ。これもねメイン MC とかいたらねもっと盛り上がってたのかもしれないんですが、まあなんか見るところによると公式の発表出てないものの、まあ、怪我なんじゃないかとか、結構まあサポーターの方々の声が聞こえるところで、まあ結構長期離脱ではないもののコンディション不良なのか、まあ怪我なのかってところの選手が多いのかなというのもね、まあちょっと大分乗り切れてない要因かなと思います。そんな中やっぱり注目したいのは伊藤選手。まあ昨シーズンはねジェフユナイテッド市原千葉で一緒に戦ってくれましたが、まあやっぱりずっと鹿島でね右サイドバックやってただけあって、やっぱりこの4バックの右っていうのがね適正ポジションなのかなと思わせるようなプレーしてますよね。大分でも本当に素晴らしい活躍してますが、まあ本当に J2 でもね実績十分な選手多いじゃないですか。小屋選手、野村選手、香川選手、渡辺新太選手とかね本当に多い中で、先ほども言ったように水曜日とかに普通にこのチームカップ戦とか戦ってるんですよ。この連戦の中もありながら J リーグカップも戦いながら、なのでなんか若手を使えば疲労がないかみたいな、そういうわけではないんですよね。結構本当に総力戦で戦っているそんなチームなので、まあ本当に疲労との戦いっていうのもジェフユナイテッドにとってはね大きなプラスになってくるのではないかなと。まあ我々もねもちろん疲労との戦いありますが、まあ両チームとも、まあ、この土曜日本当に中2日ですからスタメンはとても注目ですよというところで注目していきたいと思います。はい、またね来週水曜日開催で徳島ヴォルティス戦があるということで、ぜひねそちらの動画も見ていただけたらありがたいです。それではまた来週3連勝した後にお会いしましょう。柏には負けられない。